牧野高原は、滋賀県高島市にある施設である。設置者の高島市は、設置根拠となる条例により、自然体験交流施設と定義しており、名称を、高島市牧野高原自然体験交流施設と称している。赤坂山から大谷山にかけての南東陸に位置しており、自然の中に、キャンプ場、スキー場、グラウンドゴルフ場及び温浴施設などが設置されている。 高島市により設置され、運営を、牧野高原観光株式会社が非公募による、指定管理者として受託している。周辺は、美和湖国定公園に指定されている。牧野高原のメタセコイアナミキ牧野高原へのアクセス道路には、全長2 4トルのメタセコイアナミキがある。直線道路沿いに、 塩水系のメタセコイアが連なることによって対称性の強い景観が作られており、また、落葉公木であるメタセコイアの四季折々の表情が見られる。1994年には、読売新聞社選定の新、日本外路樹100系の一つに選定され、観光地として注目されている。この並木は1981年、学童農園、 牧野どに学ぶ里を整備する事業の一環として、牧の町果樹生産組合が約500本の苗木を剣道沿いに植えたことが始まりである。以後、地元の保存会によって手入れ、並木道の延伸がなされている。ありがとうございます。